おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1979です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、今月もやってまいりました。2017年からね、引き続きずっとね、行っております。通例企画の2020年バージョンですね。そちらをちょっとやっていきたいと思います。まあ、それのね、3月編となっております。で、2020年ね、何やってるかと言いますと、週刊グランツーリズモエンツォフェラーリを作る。こちらのね、組み立ての方をやっております。はい。で、今回はですね、1月、2月は2回にわたってね、ちょっとやっておりましたけど、そのペースでやってしまうとね、ちょっと1年かからないで終わってしまいそうなので、これからちょっとね、ペースダウンということで、だいたい月1でちょっとやっていくような感じになっていくと思いますんでね。まあ、それぐらいのペースで行っていきたいと思っております。で、今回ね、組み立てようと思っている部分は、車のね、心臓部分。そちらをね、ちょっとやっていきたいと思いますんで、今回使用するパーツを、こちらですね。ここのところにザッと出してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。まずこちらが3号ですね。で、ここに13号、14号、15号、そして16号と、こういう風にパーツの方ね、こんな風に用意してあります。で、今回作るのはね、先ほど言った通り、車の心臓部、エンジンですね。こちらの方ちょっと作っていきたいと思います。で、ここのところにパーツがこんな感じでね、ゴロッと入ってたりとかしますけど、こちらを見ていただきますと、ここのパーツ、これ以外にね、なんかこんな感じの黒い板状のパーツがね、タイヤが入ってきておりますけど、今回使うのはここだけという風になっておりますので、使うパーツと使わないパーツがね、ちょっと混ざっているような感じになっておりますので、これに関しましてはこれですね、タイヤの部分とこれ、大切に保管しておく必要性があるという風になっております。それ以外は今回ね、全部使うような感じとなっておりますので、こちらですね、ケースから出してパーツごと全部ザッと出してしまいたいと思います。はい、パーツの方準備できました。一応こんな感じで用意してあります。で、これとこれとこれかな？あとこの辺もちょっとあると思いますけど、金属パーツをね、使用しておりますんで、かなり重たい。そんな感じになっております。まずはですね、こちらのパーツ2つかな？これを多分こう組み合わせていきますよと。で、こんなところに中のところにね、なんかコード状のがありますけど、まあ多分これは外に出しましょうと。これも多分最終的に外だと思います。で、これがここで2つ組み合わせまして、で、これがロックされますよと。で、ロックするときに一応ガチってはまりますんでね。一応こんな感じでしっかりと入れてあげますよと。で、これが今度上かな下かなみたいな感じで、あ、ここですね。こうやってはまりますよと。で、そのときに使うネジ関係というのが結構決まってくると思いますんで、まあそれを把握しながらつけていきますよと。で、今ですね、こっちがこっち、こっちがこっちみたいになっておりますけど、これを見ていただきますと先端部分に関しましてはピンですね。なので、これがそのままバチッとはまりますよと。で、下のここのところでネジを使って固定するみたいですね。はい、ここです。その時に多分ここに使うネジっていうのがまた同じくこっちですね。これ、今までと同じような感じで2本だけネジが入っておりますと。多分これで固定するんでしょう。一応こんな感じでバラバラと入っておりますけど、これですね。2種類あって太さが多分違うと思うんでね。それを把握してつければいいと思います。なんとなくで合わせてちょっといこうかなと思います。こっちですね、ちょっと細いタイプ、これを用意してあげまして、ピッとね、1本だけいつものように取り出しますよ。で、取り出して、とりあえずここのところですね、ネジ穴のところにスポッとこう入れてあげて、これでちょっとねじ込んでみようかなと。で、この状態でうまく入ってくれれば正解。ちょっと緩い感じがするけどね、今入ってくれたと思います。で、最後まで閉まんないですね。なので、これじゃないのかもしれないと。この辺に関しましてはね、いつものパターンになってきましたね。どうしても説明書ないものをちょっと買っているような感じになっておりますので、ちょっとね、行き当たりばったり感が出ておりますけど。で、もしかしたら今触ってるこのネジに関しましても、本来とはね、違うものを使ってる可能性がありますのでね、説明書欲しいと思います。はい。一応こんな感じで、もう一個のやつに変えてみました。今度はしっかりとね、抵抗ありますんで、多分これで多分正しいんじゃないかなと思います。で、最後までね、ギュッとしっかりと入れ込んであげまして、これでねじ込み完了ですね。これで2つのパーツがしっかりとくっつきましたよと。で、こちらのね、パイプみたいなやつ、これに関しましては後でしっかりとね、固定する必要性がありますんで、ちょっと外に出しておきましょう。そしたらですね、今度底の部分になるこいつをつけようかなと。で、これをここにガチャッとはめ込みます。その時にここですね、挟み込まないように注意しながら入れてあげますが、これとこれをね、固定する方法が多分ないと思います。ここに長いやつがあって、これがここのところにズボッとはまりますよと。
で、その時に固定するピンとかがね、ありませんので、とりあえずこれはこれでね、固定されないような感じなんだと思いますよと。はい。で、フロントのここですね。こちらに対して、多分こちらのパーツがここにはまると。で、一応引っかかりですね。このところ、T 字みたくなってるんで、これを先にはめ込まなきゃいけなかったみたいですね。なので、一回緩めて外して、ちょっとこれですね、組み付けていきたいと思います。はい、入れ終わりました。そしたら、こちらのパーツをここのところに乗っけておきまして、これでこの形までできましたよと。で、あとこの辺のパイプっていうかね、この辺も後で接続しなきゃいけないんですけど、とりあえずこういう風にできましたら、これがまあね、相変わらずぐらつきますよと。で、この辺のパネルパーツがここにくっつくみたいですよと。で、形状合わせでうまくまあとりあえずはまりまして、で、この状態だとね、相変わらずぐらつくということで、ここにネジ穴が1個あるんですね。で、このぐらつき防止のネジ穴のところに刺すのが、先ほど間違えて出した細い方のネジかな。これを使うと思います。ちょっと刺してみますね。これをここにちょっと仮に今一発当ててみて、ねじ込んでみようかなと思いますよと。はい。うん、合いますね。うん、これでいけると思います。で、最後までぐさっとこう差し込んであげまして、しっかりと止めると。で、これでね、このパーツがしっかりとロックできましたので、このパーツが形状合わせで、とりあえずここに当たりますよと。で、これ当たるんですが、今度これを固定する方法が、とりあえず今のところわからないですね。はい。まあ、一応このパーツがこうやってくっついて、なんとなくね、エンジンっぽく見えるかなと。で、このパーツがどこかに刺さると思うんですが、とりあえず今のところわからないですけどね。まあ、一応こんな感じでエンジンっぽいものがだんだんできてきてるわけですね。はい。一応こんな感じになりました。で、ここの上に乗っけるパーツっていうのがこれなんですけど、これですね、こんな感じで。線で止められておりますので、これ適当に引っ張ってね、破損させないように一応注意しながら、こちらをね、台の方から引っこ抜きますよと。で、こちら外し終わりましたら、これをここの上に乗っけるよと。で、ここの穴ですね。この穴と、こいつでロックするみたいですね。で、これが最終的にここに乗っかって、みたいな感じだと思うんで、逆ですね。こういう形かな。こう乗っかりますよと。で、この状態でしっかりとはまりますが、これ見ていただくとわかると思いますけど、ネジがね、上から止める形になっておりますと。なので、ここからまっすぐですね、ドライバーの先端にネジをくっつけて、こういう風に入れなきゃいけないと。これはかなり大変な作業ですね。ネジに関しましては、2本使う感じになってますね。で、この袋の中から考えると、多分この辺かなと。3本だけ入っておりますんで、この中の2本を使って固定すると。で、こちらまだね、大量に入っておりますけど、多分この辺はまだ使わないような感じだと思いますと。で、これが前面のカバーパーツみたいなので、とりあえずですね、まずは、こちらのね、袋からネジ2本を取り出してあげまして、で、このネジを差し込んでいきますよ。で、先端部分に、こういう風にね、ドライバーのところにこうやってくっつけてあげて、こいつをね、うまくまっすぐ誘導していって、ここのところに入れるよと。はい。で、1本目はですね、今やった感じ、とりあえずうまくはまったんじゃないかなと思います。で、問題はもう1本の方になっておりまして、それがですね、どういうことかと言いますと、ここのね、やつは何もないからいいんですけど、ここですね、このケーブルみたいなのが密集しているところに、今の容量で入れなきゃいけないということで、途中でね、ネジが脱落しやすいみたいですね。なので、ちょっとそこの部分をですね、考慮しながらちょっとつけてしまいたいと思います。はい、取り付けの方が完了しました。一応ですね、上から入れたというよりも、ドライバーの先端にネジをくっつけて、この方向から差し込みます。で、一山噛むぐらいな感じで、ギッてね、引っ掛けてあげると、磁石がついてても、こちら側ね、パーツの方に噛んでおりますんで、引っ張ってもネジはこっち側に残るよと。で、あとはドライバーをこっちから突っ込んであげて、締めると。そうするとうまく入りましたね。はい。これで一応このパーツ組み終わりましたよと。そしたらですね、こちらのカバーパーツ。これを袋から出しまして、これをですね、つけていきますよと。で、つける位置というのが、前面部分に当たる場所につけますよという感じになっておりますので、これを段取りする。で、さらにこちらですね、この丸いやつ。これも使いますので、袋から出します。で、なぜかこいつだけチャック付きの袋になってますね。はい。全部こうしてくれるとありがたいですね。はい。一応こんな感じでね、パーツ用意しましたら、ここのネジ関係ですね。これ一応予備になっておりますんで、多分これは使わないので、
これはもう大切に保管しておきますよと。で、こちらの先端部分のこっち側ですね、ここ側のところに穴が2つあると思いますけど、ここに対してこちらのカバーパーツをこうやって差し込みますよと。その時にきついみたいなので破損させないように注意しながら差し込んでいきますよと。ここのところにざくりとね。ただそこまで硬くはなかったですね。とりあえず問題なく刺すことができました。で、これ刺すときにここの部分バキッて折らないように注意が必要なのと、これ滑ってこの辺ですね、これ破損させる可能性があるみたいなので、このあたりの注意をしながらとりあえず差し込んでいきますと。そして上のここのところに対してこちらのパーツですね、これを差し込みます。向きに関しましてはこちらの太穴ですね、これがここにズボッとはまるみたいなので、こういう風に差し込んであげますよと。はい、特にこれに関しましてはネジ込みとかは必要ないみたいです。あと向きですね、これに関しましては丸穴なので適当に入っちゃうんでね、まあこれは最終的に調整する形になると思いますけど、今のところこういう風にね、十字になるようにしっかりと入れてあげればいいと思いますんで、とりあえずこうやって入れておきました。はい、これでこのパーツがとりあえずできましたと。で、多分この辺のネジ関係は多分今回は使わないと思いますので、とりあえず保管しておくと。これもそうですね。で、あとこちらのパーツ、これも多分使いません。こちらのパーツも多分今回はね、出番がないんじゃないかなと思っておりますけど、まあ、ざっくり見てね、取り付ける位置がなければちょっと保管しておくような感じかなと思っておりますよと。ではですね、最後にこちらのね、メッキ調のこちらのパイプパーツをくっつけて今回終了となります。一応こちら側面に4つですね、穴開いておりますので、まあ、そこに対してつけますよ。で、その時に向きがね、まだ決まっておりますので、それを把握しながらつけますよと。こちらのね、赤い部分、これの奥側ですね、にこちらのちょっと細長いやつが行くような感じになりますんで、まあ、とりあえずこれがこんな感じではまっていきますよと。で、ピンの位置もね、しっかりと決まっておりますんで、ただ単に刺していけば OK と。で、ちょっとピンの形状がですね、微妙に違ってるっぽいので、付け間違いがね、多分ないと思いますので、とりあえず把握しながら刺していけば問題ないんじゃないかなと思います。で、ちょっと差し込んだ時に高さが違ったりとかすると、あ、これ逆なんだなってことで、多分直していけばね、問題なくブスッと刺すことができるんじゃないかなと思っております。で、これ刺したんですけど、これね、ちょっと硬いっていうのと、こういう風に入り組んでるので、状況によってはね、これ破損させる可能性がありますんでね、ちょっと注意しながらつける必要性があります。はい、両方刺してみました。ただですね、こう見ていただくとなんとなくわかると思いますけど、穴に対してね、ぴっちり挟まっておりません。多分これでいいと思います。強引に押し込もうとすると、こちらの赤いパネルですね、これとこちらのメッキ部分のパーツがね、やっぱり当たってしまって、うまくはまりませんので、まあ、雨差し程度で入るのが正解なのかもしれないですね。あとは最終的にエンジンがね、いろいろ組み上がって、フレームとかね、そちらと組み付けていくと、最終的に形がね、決まるんじゃないかなと思いますけど、とりあえず一応こんな感じで入れました。で、ドンっていうね、衝撃で多分バラッと外れる可能性がありますんでね、その辺がちょっと注意ポイントかなと思いますけど、まあ、こんな感じで組むことができると。で、あとこちらのパネルパーツですね。これがいまいち今のところどこにつくんだかよくわかんないんですけど、あらかじめね、なんか中に組み込むような感じに見えるんで、ちょっと組み込み忘れのようにもちょっと感じておりますんでね、それに関しましては、あ、ここですね。ここにちょっと隙間がありますんで、ここの部分だと思いますんでね、ちょっとこれ組んでしまいたいと思います。はい、組み付けました。ここのところですね、先ほどまでちょっと空洞になってた部分がしっかりと埋まってね、こんな感じでちゃんとエンジンになりましたよと。はい。で、こちらのパーツとかがね、非常に細いので、大切に保管しておきたいと思います。で、それ以外の、このパーツは確かね、まだ使わないはずなので、これ大切に保管しておくのと、ネジ関係ですね。こういうのがいっぱい付属しておりますので、何が何かね、わかんなくならないように、ちょっとね、次の組み立てまでにしっかりとね、保管しておきたいと思います。はい。ということでですね、今回はこちらね、エンジンの方を作っていきましたけど、やはりね、説明書がないと何をやっていいんだかよくわかんない状態でね、手探りで作っておりますので、非常にもたつきはしましたけどね。まあ、無事にここまで完成したんで、今後のね、展開に非常に期待したいと思っております。はい。ということで今回ですね、2020年の投資企画の3月編の週刊グランツーリズモエンツォフェラーリを作る。こちらはね、エンジン周り。これをね、ちょっと作っていきました。はい。ということで次回ですね、次回はとりあえず内容はね、今のところ決めておりませんので、また何かしらね、公開すると思いますんで、一応見ていただければと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。はい。補足となります。先ほどね、組み立てたばかりのこちらのエンジンですけど、ここまでバラバラになっております。で、なぜね、ここまでバラしたかと言いますと、こちらのパーツは別な用途で使うとね、言っておりましたけど、よくよくね、調べると、こちらのパーツは、
組んでた時になんか四角いね隙間がここにあったと思いますけど、ここにねはめ込むものだっていうことが後々分かったんでね、ここまでバラしました。なのでこちらのパーツのここの下ですね、こちらにズボッとしっかりとねはまってくれるっていうのがね確認できましたので、こういう風に入れますよと。でこれが準備できましたら、こちらのパーツで閉じるという形になっております。なので順番としましては、側面のこの2つを組んだ後にこのパーツを配置し、ここのパーツ、それと前面のこいつですね、これを設けた後にこいつを下からズボッと入れてあげますと。でその時に要所要所ねあります、こちらのねパイプといいますか、こういうやつを挟み込まないように注意しながら、ここにズボッとしっかり入れてあげると。はい、一応こんな感じにする必要性があるので、この部分ですねよく確認してしっかり入れてあげます。そうするとこんな感じでね、ここの穴があった部分がしっかりと隠れてくれますので、これでやっとこちらのパーツを上から挟み込んであげて、途中でね苦労しましたネジ止めですね、それを行ってしっかりとくっつけていきますよと。そうするとこのような感じでね、完成していた時に目立ったこの穴ですね、ここがしっかりと埋まってちゃんとしたパーツになって、今回紹介したやつの余剰品ですね、それが一切ない状態になったと。でこちらのねエキゾーストパイプの話なんですけど、これですね奥にしっかりと挟まらないっていうか止まらないのが正しいみたいですね。最終的に他のパーツと連動することによってしっかりと固定されるみたいなので、今現在は外れやすくてもねいいみたいですね。はい、まあ、一応こんな感じで組み立てると、これでねやっとエンジンパーツが完成したということで、漏れがあった部分こちらをねちょっと補足とさせていただきました。はい、一応これでねエンジンの方が完成しましょうで、次回に続くという感じになります。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。本当のバーイ。